そう、レイ君ね、そうなの。だから私亀有探したんだよ。レイ君地区かな。そうだそうだ。じゃあレイ君地行こうか。ねえ。あ、いや、どうしよう、やばいかもしれない。大丈夫ね。びっくりした。よし。はい。でもなんか奈々ちゃん狙ってるみたいよ。レイ君ね。ダメよね。狙ってるから。うん？レイ君ちなんか青戸の駅なんだよね。青戸の好きだでしょ。やっぱり。じゃあ私が青戸まで行けばいいね。そうそう。聞いたことある。青戸に住んでるって。うん？あ、久保健君なの？え？亀有にいるの？今？嘘。ちょっと待って。私さ、もう一個の携帯どこ行ったっけ？あったあった。よし。じゃあ何？私亀有に行けばいいのね。わかった。駅前の方行けばいいのね。オッケー。マルハンなんかあった？マルハンってあったっけ？ちょ、行くか、とりあえずちゃん。じゃあ行くわ、とりあえずじゃあね。あ、レイ君好き屋にいるんだって。オッケー、行くわ、じゃあ私も。向かうわ。レイ君のところへ。じゃあ、私と終わりだから、皆さん。パニーちゃん食べたところ、あー、あそこ？あのなんかこう四字路かなんかのところ、なんかすごくなんかこうね、複雑してるところのなんかこう、あそこの交差点のところかな。はあ、なるほど。行きますか、じゃあね。なんだ、コラボないってね。コラボないのよ、本当。渡してバイバイよ今日は。うん、なぜって、だってくじ引くでしょ。じゃ先にくじじゃない、なくなっちゃうかもよ皆さん。もうあれ、いや、あるのよそういうパターンが。一等あったのに行ったらもうないとかあるんだよ皆さん。もう先越されちゃったりとかして。いや、あるよ、ある。そう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 、あるよ。じゃあ何、好きなのご飯食べるの？ほんと。でも私ご飯食べたらもうさ、満足しちゃうからな。もういいかっていう風になっちゃうけど、いい？いいね、ありがとうございます。でしょ？そうなのよ。だからもう先にくじを引いた後にご飯食べましょうよね。あ、ジェイちゃんありがとうございます。レイ君もくじ引かないかな？ね。え？ 2 枚か3枚ぐらいね、ほんと。パニちゃんも来ないかな。ね、2枚か3枚ぐらいね、引いてね、ほんと。ん？ねえ、え？みんな引いてね、ほんと。リスナーさんも引いてね、ほんと。え？何？ミホニャンの枠で、アツシ君とデートしてんの？ほんと。もうやめてよ、もう、うるさいな、バイバイ、もう、ほんと、もう、うるさいな、もう、しつこいんだよ、もう、ずっとね。誰も興味ないわ、本当。ねえ、興味ねえわ、本当。そう、リスナーさんにさ、ねえ、引いてもらってね、本当。あらーって言って、私引こうと思ったのにみたいな、でしょ？みたいな、毛布欲しかったわーみたいな。ひーちゃんにあげるために今回引いたんだよみたいな。いいの？私、あ、ダメよ、お金使ってないし、みたいな。いいの、いいの、みたいな。そう？みたいな。みんなもらったよっていう風なパッティンで終わらそうかな、みたいな。どう？ね。私のこの作戦。私、毛布が欲しいんだよね。あと、キーホルダー欲しいなと思う。
まあ、クッションもできれば欲しいけどなーって感じ。だから1等、2等、4等ですね。そう、欲しいのはね。あ、うん、あ、そうそう、ローソンなんだよね。セブンかと思った、今回。なんか今回ローソンみたいね。いいよ、いいよ。ねえ。ローションで。あ、タヌキありがとう。ありがとうございます。安全運転当たり前よ。え、任せて。ほんと毛布当たるといいねって。当たるに決まってんじゃん。っていうかもう当たらないとかないかな。ほんとねえ、私さ、今までさ、途中でねリタイアとかさしたこと一回もないよね。引くまでやるからね、引くまでやっちゃうから、私結構ね、ほんと。パニちゃんも行きますって言ってんの。嘘ハトでしょまた。引きがいい、私最近ちょっと。なんだろうね、私のこと好きなのかな。ほんとねえ、よくねパニちゃん来るんだよ。ねえ、はあ、すき家に向かうって言ってんの。レイクいるからでしょ。違う、いや、レイクいるからじゃないの、もしかして。あの人ねえ、あのおかまフットワーク軽いよね、ほんと。そうね、ちょっとイチャイチャできないわね、レイ君と。なんかね、私がね、例えばね、レイ君と今日イチャイチャするでしょ、チューしたいとかしたら、そしたらあの子もね、チューすんのよ。ほんとチューしたりとかね。あー、またそう、上書き保存するんだよ、またあの人ありがとう、レイナちゃんありがとう。まあでもパニちゃん元気ないからね、ちょっと私がちょっとね、かまってあげようかしら。ひーちゃんがパニちゃん来ないのかしらって言ってたって。言ってないし言ってない、言ってない。いや、ほんとたのか。あ、マジか。あ、だから行こうかしらっていう感じね。あ、いいじゃない、パニちゃんもね、一緒にね、だご飯食べればいいんじゃないの、みんなでね、じゃあそう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 ね。まあ会うなら全然会ってもいいしね。そうなのよ、鳩がすごいからね、ほんとあちこちで。メガキング、パニちゃん、いやいやいや、またなんかね、いや前とは変わったのよ皆さん、前とは変わったのよ、ね、前まではパニちゃんをねいじってもねよかったんだけど、ダメ、最近はいじめるともう向こうのリスナーさんがね怒るんで、ギャーギャーと。ね、ね、やめてみたいな、かわいそうよみたいなね、無理してるのがわからないのみたいな、ね、怒られる絶対ね、本当。かわいそうでしょ、だめよ、ハニちゃんだめよ、かわいそうでしょ、本当、なんで無理させるのよみたいな。あ、ケンピーありがとう。ね、おお、ね、あんたが食べればいいでしょって言った。言ってね、言われるんだよ、ほんと。私がね。あ、だ、レイ君、だからバンジーさ、ポルポンと行きたいね。ポルポン、レイ君、私と、
兄ちゃんとみたいな。そう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 。ねえ。まあ、それでもいいよね。ほんと、もしね。あ、大将くんもいいね。あ、だから、行っちゃおうかな。旅行かなんかで。ゆめきくんね。もうお酒飲ませないっていう風な条件だよね。ほんと。お酒飲むとほら絶対暴れるじゃん。お酒飲まないとね、いい子なんだけど。なんか、表現するね、お酒飲むとね。いや、まだわかんない。もう来ないかもよ、皆さん。もう帰るかもよ。今どこにいるのか知らないけど、もう大分帰った、大分帰っちゃったでしょ。ね。そうそうそう。クラン君、あ、クラン君いいね。ほんと。そっか、ゆめき君とポルポあれか。喧嘩したのか。そうそう。あ、だ、無理だね。で、ポルポン呼びたいよね。でもね、ポルポンね、私、昨日配信ずっとね、見てた。そしたら、なんかね、ポルポンね、もし行くんだったら、一人で行くみたいな。言ってた。そうそうそう。一人でもバンジー飛ぶみたいなね。配信するってね、言ってたから。そうそうそう。あ、たぬきありがとう。いやでもね、ポルポンどうかなって感じも。だって皆さんもあそこに立った時にもうさ、もう立つ前からもう入って数十秒でさ、あれだもんね出てきたもんね、ほんと。なんかね、ジャンプするんだけど、そのジャンプ台の、ジャンプ台って立ってるところの手前の方がね、皆さん、なんつうの、牢獄みたいになってるのよ。あそこね、塀の高いなんつうのになってて、ね、ガチャって開けてどうぞって言って、中に入っていくの。あのね、中に入っていくんだけど、中に入った瞬間ね、ものの数秒でさ、やっぱもうダメって言って、来たもんね、だって、座って、準備してるんだよね、スタッフさんがこう、はめるじゃん。全部ね。あ、もうダメで、もうダメです、みたいな。もうすぐリタイアだったかな。いや、早いよね。でも、いや、でもわかるのよ。怖いのよ、皆さん。怖いんだよ。また。いや、この店員さんがね、じゃあ、私も気持ちわかるの。やったことあるから、バンジーで。何が怖いかって、あのね、こう、いや、これやめとこうかな、言うの。なんかね、信用できないの。信用。本当にこの金具は本当に体からほどけないんですかって。本当にこの紐は大丈夫ですかって。で、外人さんは片言の日本語なのよ。本当に日本語わかってる大丈夫みたいな。なんかね、本当ね、私もね、できないのよ、信用が。本当にこれで落ちて本当大丈夫ですかみたいな。そう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 。おお、いや、怖いって思うの、やっぱ。そう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 。だって皆さんさ、もう、だって、死ぬわけじゃん、失敗したらね、それで。だって 100% 絶対大丈夫っていう保証はないわけでしょ。だ、その覚悟がやっぱいるわけじゃない。もちまろちゃんありがとうございます。だからもうさ、とにかくもう、わかるんだよ、気持ちが。だから、ポルポンの気持ちはわかる。レイ君の気持ちもわかるし。ね。そう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 。そうだよ、だって。でもまあ、なんか失敗はないと思うけどね、皆さん。そう、事故は起きてないし、あそこの岐阜のバンジーではね、4年目らしいのよ。4年間で無事故だから、まあね、皆さん、それなりに信用はできるけど、みたいな。そうそうそう。あそこのバンジーね。たぬきありがとうございます。日本はね、事故ないよね。巻き込まれて事故したりとかはあるけど、死亡事故はあんのかな？でも、そのバンジー飛んで紐がちぎれるとかね、なんかその、なんかトラブルが起きてはないわね、あんまね。日本ではないね。海外はある。
結構死亡事故多い。うん、そうそう、ちゃんと確認せずにとかあるから、だから日本だったらまだ安全じゃないかな。うん、そう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 。あ、タヌキありがとうございます、ね、日本ではないらしいよそういう飛んで事故するみたいなやつ。うん、小夜くんの何、紐が取れたの？なんで？どこの紐よ？な、死んでるじゃん、だって紐取れたらね。ほんと、あ、タヌキありがとう、行くよ私バンジーね。怖っ、嘘だ、どういうこと一体。何それ。ああ、外して、ああ、はい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 。あのね、紐切り替えるんだよ、皆さん。紐。そうそう。紐ね。だから、こう、なんていうの？こう、バンジーって飛ぶでしょ？で、バンジー飛ぶんだけど、こうなってんだよね。体がね。こうなってんの。そうそう。で、こうなってるから、ね、あの、体を垂直にしないといけないじゃん。それは、上げないといけない体をね、皆さん。だから、紐が来るから紐を切り替えるんだよね。紐を切り替えて、上げる紐に変えないといけないんだよ。だから離してもいい紐だよ、これ、ね、多分ね。そうそうそう。じゃない？きっと。そうそう。それは大丈夫。びっくりするわ。ね、紐が取れましたって。死んでるやん、ほんと。そんなの、うん、ダメよ皆さん、紐ちぎれたらもう死ぬしかないから、もうほんと、そうそうそう、逆さでね釣られちゃうから危ないんだよ、さらに皆さん、あ、タヌキありがとうございます、ありがとう。どこら辺だったっけ、もう多分着くと思うんだよね。うん、高級くじって何って、後の楽しみ。あ、たぬきありがとうございます、ありがとう。もう着くかな。とにかくバンジー飛ぶ前に私ちょダイエットしないといけない。今では無理じゃない、ほんとねえ、100だもん体重が、今オーバーだもんね、ほんと。そう、毛布狙い。ちょっと。そう。多分行っても無理だったろうな。ね。行っても多分今回無理だったかもね。もし行ったとしてもね。ハーネスなんか5キロかなんか6キロぐらいあるんだって。ハーネス。多分そのハーネス多分引っかかるだろうね。落としてもね、結局。痩せたよ、ちょっと頑張ったもん、ほんと。だってバンジー行く前の時私体重測ったけど99かな、落としたんだよ体重。そうねえ、あ、オゼンピックね、行ってないのよ、病院行かないといけないし、ちょっとねえ、病院行くわ。本当。もうなんか病院も行ってないわ。本当行かないといけない病院もね。今ね99だね。本当。ああ、ジップラインもね。あるね。ジップラインって。知ってる？ジップラインって。あっちからあっちまでは、あの、ほら、私、沖縄でさ、やったじゃん。知ってる？ジップラインって。ね。あの、長いやつ。端から端まで。沖縄でさ、こう、持ってさ、シューっていくやつ。あれもね、ちぎれる。そう、あれもなんか事故あるよね。落下事故とかね。ほんと。まあ、どれもあるんだよ、結局ね。どれもあるんだよ、結局、事故なんて。そうそうそうね。
何でも事故はつきものだよね結局ね。じゃなかったっけ、なんかね、あれもなんか使用できないもんね、なんか、あ、もう着きます。そう、運なのよ結局ね皆さん。そう、飛行機もね墜落する可能性はあるしね、うんと、鉄の塊飛んでるからね、いやでもその瞬間に自分が立ち会いたくないわ本当ねえ、もうだってじゃない本当、そうよ。あら、でパニちゃん来んのかな、レイ君とこも着くけど私。いや50万分の1だからね皆さん、パニちゃん家近いんだけどな。あ、向かってんの今歩いて。え、歩いて結構ね遠いよ、大丈夫、え、歩いてこっち来てんの、行けるかな歩いて。スキヤに向かってるみたいなの。あ、ほんと、いいのかな今、まあ、いっかね。そうまあ大丈夫か、まあ、歩けると思うけどね、まあ、30分ぐらいかしら、ちょっとね。さあ着くわ皆さん、到着するわ。ちょっとなんかもう疲れちゃった、もう飛ばしすぎて初っ端から私ねえ、何この人、え、通り過ぎたみたい私が。あ、いたの？さっきのところ。全然わかんないね、ほんと。言ってる？通り過ぎたって？誰？パニちゃんが？知らないわ、だってほんと。なんかあの人、だ全身黒いじゃない。わかんないよ、ほんとね。魔女みたいな。ねえ。だパニちゃんだ、黒いんだもん。だってわかんない、黒いしね、ほんと。言ってた？だって黒いからわかんないもんだって。ほんと。同化してるんだもん、なんか道とね、ほんと。わかるわけないじゃんね、ほんと。ねえ。いや、ほんとさ、いや、歩く人もそうだけどね、自転車もそうだけどさ、ちょっと反射板かなんかやっぱつけないとさ、やっぱ黒いからちょっとわからないよね。なんかちょっとほら運転してる方としてはね、たまになんかうわって思う時あるもんだってね、ほんと。ママって言ってた、ママよ、ほんと。そう、パニちゃん走ってんの、まあどんだけ好きなのね、あっちのこと。そう、私牛すき鍋のこれできたの、すき家のやつ。あ、私だこれね、お化粧した時の私だこれ。そう、ありがとう皆さん、ありがとう、無料お願いします、有料もよろしく、ほんとよろしくね、あ、美味しそうこれも、デミバーグ美味しそう、デミバーグカレー美味しそうね、デミグラスのやつ美味しそう、これもね新しい新商品かなこれもね。ちょっと、あ、たぬきありがとう、もっとください、皆さんもっとちょうだい。ここにレイ君がいるの、あ、怖い、猫人怖いわね、お疲れ様です、うわねえ、黒いから分かるわけだよ、その服。そうだよ。ほんと。お疲れ様です。どうも。元気なの？元気です。元気？切り替えます。あ、いいの？いいです。じゃあちょっとコメントいただきます。ありがとう。ちょっとひーちゃんの方お邪魔します。ちょっと皆さん、たぬきちょうだいよ。
あと有料もちょうだい、みんなよろしく。本当ヒティからのお願いよ。何ジェイちゃんありがとう、みんなヒティからのお願いよ。みんな聞いてちょうだい、ちょっとね、うん、有料アイテムちょうだい、みんなよろしく。そう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 、あたぬきありがとう、ジェイちゃんいつもありがとうございます。レイくんいないじゃないのね。あ、レイくんいたわ。レイくんいたわ。レイくんいた。レイくんいたわ。レイくんいたわ。あ、たぬきありがとう。じゃあ使う？ん？使う？何よ？あ、いいの？棒もらって。棒もらっていいのって。いらっしゃらす言ってね。わあ美味しそう、あの火の炙ったやつ、あれ美味しそう。たぬきありがとう。みんなハローヒティからのお願いよ、みんな無料アイテムと有料アイテムを投げてね、よろしくね。横川ちゃんありがとうね。うん、そうそうそう、うん、みんなからもらったアイテムのポイントはいろんなものに活用させてもらってるのよ。あ、いらっしゃい、ようこそレイくん。久しぶりです。レイくん何、大阪に行くの？大阪に。なんで大阪に行くの？ちょっとあの用事して。何の用事しに行くの？彼女でしょ。いや違う違う、彼女。女？大阪の女？違う違う、大阪よ。作ったの？いや作ってない。大阪の女なの？違う、それみんな奈々ちゃんのよくこの間言われて。誰？奈々ちゃんに全然そうなの、ね、言われたの。うん、うそ、こんばんは。言われた。いい匂いするわ。本当？うん、またすぐあんた行くわね、上書きして。本当？挟まれてるわ。もともといたの？キャリーちゃんでしょ。いや違う違う違う、ね、何やねん何やねん、ちょっとほんまに違うねえ、レイくん、なんでうちと付き合ってくれへんのよ。太ってるから好きじゃないの？って言ってさ、違うの。違う違う違う、違うの、もしかして。全然違う。でもなんかね、ほん？できた気がする。なんでできたのよ。できた気がする。なんでできるのよ。なんでやれ。なんでできるのよ。なんで作った。私を置いていくのに、ああ、あんたはいいの？なんで？出てくるのよ、本当お化け、本当。加工、加工し、戻してほしい。タリーちゃん怒ってたよ確かね。こないだ。え、そう、うん、私のこと抱いてくれないかなって。いやいやいや、ね、あんたはいいの？おかまがいいの？いやいや、そんなあれじゃないねんけど。おかまがいいんでしょ。うん、お疲れ様です皆さん。おかまが、あ、バンジーお疲れ様でした。お疲れ様です。そんなにさ、ありがとう。え、バンジーどうでした？いや高いね。なんかあの私のところに来たんだけど、うん、なんかあの飛べたんだけど飛ばなかったっていうのは本当なんだ。そんなそんなそんな。でもまさか、でも誕生日の日にそんなことしないよね、うん、そんなことあえてね。え、うん、そんなバカな。やっぱ怖かった？いや怖いんじゃないけど、やっぱ高いからね。うん、うん、なんか体がもう動かない、硬直する感じ。まあこう、そうやね、なんか、うん、固まっちゃう感じなの。うん、固まっちゃう、固まっちゃったの。固まっちゃった。どこが？あそこが。どこも？あそこが。ここは？ここは？ここは固まったの？どこも。あ、ちょっと硬いわよ。いやだ、ちょっと何してるのよ。あ、何してるの？でかいですね。あ、俺でかい、でかい。セクハラうるさいんだよ中村が。本当ブサイク。なんでいるの？そうよ。歌ってるやカラオケでもなんでも。愛の塊してた。あ、歌ってるや。あ、本当よ。勝手に。今から何するんですか？あ、一番くじよ今から。あ、なるほどね。キティちゃんの。はいはいはい。あ、でレイ君にあの渡すものがあるのよ。あなたはあるの？プレゼント。うん、牛丼のメガ盛り。嫌がらせ、嫌がらせじゃない。あー、いや、何？大丈夫、大丈夫、落ちたの上からね。
こんばんは。ゆっくりなんすよ。はい、レイくん、あげる。くれたひーちゃん。持って帰って。重いけどね。重い。持って帰って。いいわよ。あげれなかったからね。タンプレ。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー to you。なんか8月だったんちゃうみんな。ハッピーバースデー、ディアレイくん、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 レイくん。ハッピーバースデー to you。おめでとう。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー、ディアレイくん、レレくん、レレ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 ハッピーバースデーとレイくん、あ、レイくん、レイくん、オッケー、レイくん、お金置かれる場所はレイくん、くだらな、えい、くだらな、しょうもな、うん、ほんと、面白い、面白い、あ、面白い、すいません、すいません、面白い、すいません、うん、中村くんがしょうもないだって、うるさいよ、愛の塊、そうそう、ねえ。見てレイくん、今開けて、開けてみて、ここで、ここでいいの開けてね、ここで開けよう。ちょっと待って。ほら、レイくんち悪いじゃない、遊びに行ったらさ。レイくんち狭いの？いや、めっちゃ狭い。うっそー。え、なんだろう？どうですか、重さは。何かしら、何かしら。あ、出た。うん？レイくんの加工詐欺すごすぎなのよ、だって。まひろちゃんっていう人よ。初コメですって。顔がポッコン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 してるけど。レイくんのリスナーさんかな。まひろちゃん。知ってる？見たね。誰か知ってる？この人知ってる？あ、知ってる知ってる。あ、うそ。あ、マックスでやってるよね。あ、全部マックス。いや、遊びしてる。あ、今ね。マジで？あらー。これ知ってる？テルモス。違うよ、サーモスよ。ちょっと待って、同じじゃん、ごめんなさい。なんですって？あー、これめっちゃいいやつ。テルモスって何よ。テルモス。え、鍋がこんだけあんの、ね、?9 個セット。これフライパンもついてんね、確かね。え、すげえ。フライパン、鍋とか全部9点セット。え、マジ？そうそうそう。いや、ありがとうございます。どうぞ。よかったら、使ってください。テルモスよ。テルモスね。テルモス。テルモス。家帰って開ける。開けてみて、テルモスまたね、よかったら、ね、うん、いや、使うテルモス、マジでいいわよ。や、料理配信するからね、レイくんね。そうなんよ。リスナーさんが、あの、いいんじゃないって言って、テルモスがいいんじゃないのみたいな。いやありがとう。使って、よかったらテルモス使ってね、やってみて。ありがとうございます。おめでとう。いや、ありがとうございます。ね、うん、すげえ。あ、今お鍋ないんだね。木製プレートもあるし、これ。そう、でも、これ部屋狭いんでしょ。オレンジめっちゃ狭いんですよ。物が結構ね、かさばるかと思ったんだけど、これ重ね、全部重ねられるのよ、全部すべて。そうですね、はいはい、ありがとうございます。なんか邪魔にならないのよ。やった。いや、多分全然大丈夫。こんな感じで収納して、ね、ご飯食べたいわね。え、レイくんの作ったやつね。レイくんご飯ね。レイくんのご飯食べたいわ。あ、じゃあ今じゃないけど今度よ。また今度。大阪に1週間行くんでしょ。2週間も行くんですか。いや、3日ぐらいです。3日行くの。なぜ3日、何しに行くんですか。いや、ちょっとあの、知り合いの人と、うん、誰ですか、知り合いっていうのは。どういう関係なんですか。いや、関係は全然何もない。関係ないんですか。うん、あら、ほんと。で、そこからちょっと用事して大阪入って、うんうん、大阪に行って地元帰ろうかな、うん、帰らんとこかな。あ、地元帰るかどうかわからないんですか。うん、大阪だから誰かとコラボしようかなと思ってるんですかね。いや、誰もいないですか。考えてない、うん、今のところ。なるほどね、ほんと。関西あんまり行くことないけ。あ、そこはやっぱちょっとキャリーちゃんとこうコラボした方がいいんじゃないかなと思うんですけど。絶対言うと。なんで絶対言うとね。湧くと思うんですよ、やっぱキャリーちゃんと一緒にいた方が。あ、まあまあまあね、確かにね。私はキャリーちゃんがいいと思いますよ。うん、締め。そう、キャリーちゃん。そうどうですか。なんか止めてくれるみたいなこと言ってたけど。ほらーほらーほらー。そういう意味じゃない。ほらー。でしょ。いいじゃん。じゃあキャリーちゃんと一緒にね、過ごせばいいじゃん。いや、ま、いやいや、ね、まあまあ、結構いろいろあったけん。あ、何があったの。喧嘩したの。あらー。
あ、いいじゃん、また会えば。リスナーさん同士がまたの戦いが始まるけど、うん、あの、あれですか、すき家で何を召し上がったんですか。辛麺たい牛丼。あ、いいです ね、 いいですね、美味しかったですか。美味しいっす。まあ、レイ君のおちんちゃんズル抜けっていうのは本当ですか。ここひーちゃん、いや、リスナーさんから質問が来ていまして、ズル抜け、そうですね、これおしっこの音ですか。マスコミのあのフラッシュ音ですね。はフラッシュ音です。あ、フラッシュ音なの。うん、ねえ、うん、何を、何をパシャ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 してるの一体。ねえ、これやばくない、うん、何大丈夫で。ああ、ありがとう。いや、全然大丈夫。高菜明太子って美味しいの。美味しいです。あ、そう、高菜明太子別に食べてないでしょ。え、食べた。これ止まんない。あ、高菜明太子食ったの、うん、あらいいわね、うん、あの勃起してるでしょ。待って、いや、してないよ。でっかい、見て、パニーちゃんどう。いや、パンパン、これ何、これデイ君って、これどういう状況になってんの。デイ君っていないのかしら、相手ね。いるんだけどいない、いるんだけど隠してる感じすんのよ、私はね。マジで、うん、でしょ。 いないの、うん、レイ君ずっとひーちゃん言ってるよね、それ言ってる ね、うん、ねえねえ、あのレイ君今度さ、バンジー飛ばない。バンジー、そう、みんなでバンジー行かない。え、誰が行くの。飛べなかったし、私もバンジー用事があって。え、誰が行く。ひーちゃんと私とパニちゃんとレイ君と、うん、ポルポン。あ、ポルポンはなんかね、とあの飛ぶって、自分だけで、あ、自分で単独で行くって。なるほど。言ってた放送で私見てた時。え、誘ったきそうじゃない。え、誘ったきそうじゃない、ポルポン。あー、そうね。で、夢もうキックするかね。いや、分からんけど、飛べやっつって。ほんと、えいって言って、ね、後ろからもう、全然俺は、うん、だからもう外国人の人方々はセッティング終わりましたっていうところで、うん、変わる、私が変わってね、うん、ねえ、うん、5、4、3にボンって、はい、怒るよ、うん、押していいんです、あれダメダメですよね、うん、入れない、あれ自分で飛ぶんだよ。あーね、押してもし怪我させたら捕まるから。あ、そっか、うん、そう、相手を殺しちゃったらまずいじゃない、うん、あ、なに、自分でじゃあもうえいやって、そう、自分のタイミング飛ぶんだよ。え、全然いいよ、俺、うん、やる、うん、来月ぐらいに、来月にいつぐらい、月末ぐらい、年末に全部、まあ、悪いものは全部年末に全部落としましょうっていうことだね。全然、年末、うん、そう、どう、全然 OK、 行く、帰ってきてる、こっち、ね、いいわね、年末でしょ、うん、そう、中村くんも呼ぶ、俺、俺、うん、そうな、25日行こう、ね、中村くんも呼んで ね、いいじゃないの。あいつ飛ばないぜと、中村くんなんか、飛ぶわけないな、あのビビリなんて。腰抜け男、ねえ、ほんと、抜けるんかな、でも笑い物よ、ほんと、そうそうそう、結構高いからね、あっこは。しかもこの間風が強かったよ、あの雨降っかなく、いや、和製ちゃんはね、高所恐怖症なんだよ、気絶しちゃう、ダメ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 、気絶するから、ダメだよ。あ、やべ、ちょっとトイレ来て、おしっこ、うん、行ってらっしゃい。持つ、いい、近いの、レイくんちは、家近い、ちょっと一瞬お預かりします。家近いの、うん、あ、持ってけるこれ、あ、全然持ってけ、お願いします。よいしょ、これいいのかな、皆さん、うん、ハローキティからのお願いよ、ピンポンパポン、皆さん、私の今日イベントに出ているので、皆さんにぜひ無料アイテムと有料アイテムを欲しいなと思ってるんですよ。存在さん、ありがとう。皆さんね。ジェイちゃん、うるさいな、あんたは。ほんと。かぶせて、ほんと。なんでよ。すぐ真似するんだから。そんなことしてないよ。あ、ジェイちゃん、ありがとう。たぬきありがとう。すき焼きのやつったら美味しそうね。食べたいわ。うん、すき焼きを。うどんのやつ食べたいわね。ジェイちゃん、ありがとうございます。ひとみちゃんもありがとう。ありがとう、これこれこれ、これ食べたいな、ちょっとね、これ持ち帰りできないんじゃないの。あー、できないパターンだこれ、やだ最悪。あー、これ無理だよこれ、ほら、土鍋っていうの、あ、牛すき、あー、土鍋にこれ火をなんかあれだ、グツグツしながら食べるパターンだから、これ無理なんだよ皆さん、やだ。
って帰れないのこれ。まあやだな、無理じゃないさ。すごいんだなこれ。どういうこと？これ誰ですこの人？エンジン音がうるさいって言ってる？誰が？パニちゃんが？あ、リスナーさん。リスナーさんがうるさいって言ってる？あ、ここの？できるってテイクアウト？嘘。中で食べてもいいけどな。牛すき鍋丼よ。気をつけてね。バイ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 。え、サラリーマンがずっとこっち見てるのよ本当。やったかわいいわね。え、なんだじゃあバンジージャンプ、うん、ね、飛べる今度は。いやどうなんだろうね。え、ね、どういう気分なの？もう、あ、立つわけでしょ、うん、もうなんかね、あのこういうところに立つじゃない、うん、スケルトンっていうか穴が開いてんだよね。え、足元が、足元穴なの。穴が開いてもだからなんていうのあれ、網みたいな。え、これが穴だとしたら、もう言ったそういうこういう中スケスケなんだよ。ほう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 、うん、え、でどこで飛ぶのこの辺？いや、なんかね、こういうのが言ったらこう四角形になってて、ジャンプ台があるのよ。ジャンプ台、ジャンプ台とかそのまま赤い線があってみたいな。そう、ジャンプ台があってだからこう頭からこう落ちていくんだって。あれなんか跳ねちゃいけないんですよね。ダメ、確かね、うん、頭から行く感じで言うたら、うん、あ、そう、金網みたいなやつだ、下。あ、そうそうそう、ドブ板みたいなやつがある、うん、深い、そう、リスナーさんがなんか高いっていうより深いよって教えて。深い、100メーターバンジー飛んだことない？あ、ごめんなさい。茨城のやつ。茨城から行く？みんなで練習しに行く。大丈夫？全然。200メーターから行く？どこでも飛べる。100メーター飛ぶとね、もう200も変わらないって言った。誰だったっけ、なんか言ってた、そうやって。どの道落ちるんですもんね。言ってた、そうやって。龍神飛んだ人は200行けるんだってね、言ってた、それ。へー。そう、龍神飛べない人は結構難しいみたいね、やっぱね。ああ、うん、そう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 ね。え、うん、いっぱいひーちゃんと何体重大丈夫？ああ、体重が問題だね。100、うん、あ、100以上超えたらまずいじゃん。あれ今だってひーちゃん痩せたんじゃないの？いや、だからハーネスつけたら超えるじゃん。超える。4キロか5キロぐらい。そんなに？だから105になっちゃうかな。私無理だわ。え、じゃあ5キロ痩せなきゃじゃない。うん、頑張るわ。5キロ。5キロ大丈夫？今月、え、待って待って、いけるわよ、まだ。え、まだ1ヶ月半あるじゃないのよ。頑張れるわよ。だって、え、無理じゃない？だって、ね、どうだと思います？だって違うわよ。だって10日ぐらいで私もう3キロ落としてるからね。あ、じゃあいけるか。いけるよ、ご飯じゃん。で、痛くなったらうんこいっぱい出して下剤で、下剤飲んでね、干潮するとかね。干潮して、そうそう。レイ君、明日朝何時に行くの？どこに？大阪。うん、明日はまだいる。あ、いるの？うん、いつ行くの？大阪に。明後日。明後日行くの？うん、明後日、うん、そうやな、うん、そんぐらいからちょっと一緒に行く人がおって。やっぱさ、あの、なんていうの。去年のさ、うん、あのバンジーとまた違うもんね。でもなんか駒井くんとか言うのは、うん、去年の方が怖いみたいな言ってた。あ、そう、うん、なんか誰かにあれでしょ、うん、なんかそっちのスピードの方が速いって言ってた。、ね、うん、あ、本当、うん、なんかね、ムササビのやつ聞いたんだけど、ちゃんと両手広げて倒れるとね、うん、ゆっくり加工していくんだって。多分だ、全然怖くなかったって、なんか駒井くんかなんか配信で言ったよね。うん、うん、そうそうそう、なんかスピードがそんなにうん、あんまないよ言ってた。ただな、ジャンプする時のこの恐怖感だけで、うん、押したら全然ゆっくりシューって落ちるんだって。開かなくてもいいんです。そう、どっちでもいいの、ね、こういう棒みたいなのがあって、うんうん、これをパッと開く、ね、ジュディヨングみたいなやつよ。ジュディヨング、モンガちゃんでしょ。そうだ、ジュディヨングのやつよ、見せられてみたいなやつ、うん、あれみたいな感じよ、うんうん、なんか、そう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 。いや、体重制限105はあれだよ、茨城の方。あ、うん、そう、ストーンって落ちるじゃなく、あの、ない場合はストーンって落ちるのよ、うん、
茨城のやつってどっちがいいです、ストーンとゆっくりの方がいい、あ景色楽しみたいみたいな、ゆっくりなんかみんなゆっくり綺麗にシューッとしてよ、うーんの方がいいよね、上がるのが怖いらしいけど、あそれ言うてたみんな上がるの怖い、病院ってこと、うん、あ上にね上に、うん、全然上がらないんだって、うん、あじゃあ吊るされてる状態みたいな、あらまでしかも下 200m 下なんだってそれが嫌だちょっとねえだからよ、うん、へえ上がるまで3分から5分かかるんだってそんなにそれ、うん、えっキュ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 ってそうなんだねえ危ない、だって 200m 下の方から引っ張るわけだから、また、うん、そっちの方が怖いよね、なんか、うん、確かにね、うん、やばいよな、大丈夫じゃない、まあでもそれも醍醐味ですしね、落ちる、そうだよね、落ちて上がるみたいなね、いいね、落ちて上がるだけみたいなね、あとはね、あれでもロープ怖いね多分そこが怖いけ、ロープ怖いでしょ、なロープの何が心配？いや切れたけどもやっぱそどんなロープなの？本当になんか薄いロープだよね。え？そんなめちゃくちゃ太いロープじゃん、ほんまにこんなんじゃない？ほんま？うん、あらま。で見えてないし、なんかブヨヨヨみたいな感じになってる。ね、何？危ないってみんな言うのよね。うん？危ないかもしれない。でも確率的に50万分の1って言ったよ。えだってエンディークも飛んでんだよ。いけんじゃない、エンディ君100ぐらいあるよ、エンディ君も、いやないんじゃん今、まあ、ないと、ま、前行ってきゃったもん ね、あそうだよ、いけんじゃないの、うん、だってご距離はするしかないです、そうだな、うん、とりあえずね、うん、まあそこからやねまずね、ナナちゃん何ハーネスを入れて94か、あうん、ねえハーネスが4キロある、4-5キロ大丈夫じゃな、今ね、もしバキってやったらまた広げて、うん、飛んだらね、あこれでそうよ、自由に、そうそうそう、こうやってこうやってこうやってこうすごい、ね、とりあえずこうとりあえずパタ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 フライやばっそうだよ、ね、すごいっつって、うん、飛んでっちゃったっつって、そうちょ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 う飛んでっちゃったっつってそうよ、どんな話よ、ちちげたちげたでしゃあないじゃん、そうちょ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 バンジーフライになっちゃうからそれダメさね、でしょとりあえずねバンジーぐらいやんのも、ね、大丈夫だってば、そう思い込むからよくないのよ、大丈夫だと思って飛ぶしかないのよ、もうジャンプしかちぎれるかもしれないってそんな風に考えるからよくないのよ、そう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 、そこが一番だよね、多分、うん、ねえだってもう飛ぶしかないのよ、だ心無みたいな感じする、そう無みたいな、そんなん言ったら何もできないじゃないのよ、だってあんた飛行機だってさ墜落する可能性だよ、まあ、ねえみんなね、だって飛行機って 0.00005% でしょ、うん、確率的に、うん、一番で一番バンジーが一番ね確率的に低いんだよ 0.0002% よ、あじゃあ別に、うんうん、飛行機よりも全然確率的に低いんだから大丈夫だって、一緒に飛ぼう、うん、逆に海外の方がね事故多いんだよ、怖い死亡事故になる、海外は、海外怖い、海外紐ちぎれてるんだよ、ちぎれたりみたいな、確かにでも、うん、アクティビティは雑ですからね、そうそうそう、だ日本みたいにこんなセーフ安全だから大丈夫だった、確かに、でも、ね、うん、結構さ、だってね茨城の方だってもうあんだけ体重巨漢の人も飛んでるのにさ一、うん、回も事故ないじゃない、あれは時間制限はあるの、もう何分以内に飛んでよ、ね、1人みたいな、あそこは結構早かった、いやもう無理かは、あの岐阜のバンジー見たけどさもうダメですって言ったらはいおダメと、はい、終わりだ、あっちみたいな、うん、じゃあもうもう外してみたいなもんみたいな、そんな感じ、何岐阜のなんかバンジーのロープってさ、うん、イボの糸だってえどういうこと、イボの糸が作ってるの、イボの糸の束みたいな感じの、あめっちゃ細いじゃん、細いよ、ほんまにこん多分これは怖いわ、一本で多分ほんまにこんなんじゃない、それ怖いわねえ、ゴリラそれは怖いわ、いやほんまにそん結構そんなわけないでしょ、いや細い細い細い、じゃあそれはあれでしょ、細身な人が飛ぶようでし
太みをもあるの？いやいや一緒全然全員一緒。いやどういうロープ使ってんだろうね。いや見えんねんだ、なんか白いなんかなんかがついてる。何？何？あれだ、あれだみたいな。あれじゃない？皆さんあれだわ。安全帯とかそのあれじゃん、なんかだからあれでしょ、ハーネスでしょ。え、あれじゃないの、ホースみたいの中に、うん、ハーネスじゃないの。あーハーネスでしょ皆さん。違う、ハーネスはついあれないの。言うたらもうこういうなんかこれにつなげていく感じ。その細いロープ何なの。誰か手振ってんの。手振ってた。なんかさっき今なんとかなんとかって声聞こえたね。あ、その人かな。何？リスナーさんいるの近くに。探す？怖いわね。怖い。何？狙われてるの？狙われてるの？この間パーカー盗まれたから、ね。いや、あー、聞いた。おパンツね。うん、おパンツも盗まれたんだって。パンツ盗まれた。ねえ、ごめん。しかも同じ、ハロウィン。あなたの家もうバレてるんだ。あ、言ってます。お家ね。あ、そうなの。めんどくさいからもういいや。お家バレてるんだってみんな、うん。パンツが好きってすごいね。私もそうだけどさ。誰もペチャったのかしら。ひーちゃん？あきこ？ねえ。でもママはだって無理だよ、洗濯済みのやついらないわよ。なん、あれちゃんと熟成がね、ママは多分臭いのが欲しいね。熟成しないとちょっとね、だ問題やだよ、ほんとそんな ね、 そうね、新品の匂いなんかやだよね。うん、私もやだわ、だってえ、うん、私もやだわ。熟し、熟、うん、そう熟してるもん、ね、いや私は洗濯済みや、1週間1週間は無理、あきこママは1週間、うん、私は1日。あ、じゃあ今日もらえばいいじゃないですか。いや、レイ君いいわよ。なんで？いらない。いらないの？うん、なんで？実際だからな、ホテルにベッドインしてからズボン脱いでクンクンするのがいいね。ああ、わかる？そう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 。この辺だとね、うん、あ、綾瀬にホテル。ダメよレイ君は。あ、そう。リスナーさんが。アイテム減るわよ。ウッキーみたいになるわよ。ウッチーだっけ？ウッキー？ウッキー。ウッキーよ。ウッキー君ね。わかる？あんなソーラン節なんて、じゃだ？ソーランソーランカリッとでしょ？カリッと？あそこはカリカリしょ？そうなの？これはそ何よそうなのって。カリッとって。私と言ったらカリッとじゃないのよ。わあ、カリッとカリカリッと。そうだよ。カリカリカリンと。そう、カリンとだよ。あそこはカリンと？レイ君学校多いんじゃない？パーカー盗むって。うん、いや、どうなんだ、リスナーさん。お家で盗まれたの？いや、洗濯物を干してる時に盗まれたんですよ。やばまあそこ、うん、1階でしょ。1階だからダメだよ、干して1階は危ないから。私もね、パンティ盗まれたのよ、昔。待って、待って、待って先生盗まれたんです。違う、失礼ですよ。麦わらのデーノのデーノ盗まれました、ね、誰がデーモン、ね、デーモンやん。じゃあ一回ね、白いパンティー履いたのよ、うん、買ったばかりのパンティーね。でも股が 黒かったからさ、うん、なんだろう、股の黒さがなんか新色変色しちゃってさ、パンティーもなんかこうお股の部分がさ、うん、黒ずんじゃって、皮脂かしらで多分洗っても取れないのよ。洗っても、とりあえず干しとこうと思って干したのよ、うんうん、ないのよ次の日。だからマークみたいな感じなんですかね。あらと思って、ね、そういう黒ずんだパンツがいいのかなと思って。いや、私もなんか分かったんですけど、うんうん、なんかですよ、うん、怖いなと思って、たら犯人殺してる人。あらごめん、全部ねミュートだった。なんでやな。ごめん、誰も聞いてない話を。こっちだけね、聞こえちゃった ね感じね。もう一回言って。またもう一回言うの。もう一回言った、秋から。地獄地獄。もう一回言って。いや、なんか、うん、なんか家に、うん、なんかパニちゃんパニちゃんって聞こえるからなんだろうと思って、ベランダの扉開けたらハンバーグのパンだけが落ちてきて、ごめんなさい。
もう辛いなんで辛いの今日なんだろう辛い何で辛いのなんか今日はダメなの今日ダメみたいなどうしたの今日あ何それやらしいわねすぐこの音この見てこの岡田手つながれたほらすぐ皆さんこういうことするんだよほらでもレイくんね、一緒にね寝たもん、ね、見た今ほらえ寝たっけあれ、ヒデママとねほらヒデママあーすぐだってよララちゃんちでねそうそうそうほら誘惑して気持ち悪いだって誘惑してないじゃんすぐ手を触るんだからみたいな友情の証みたいなやりまんだってだってやってないやりまん指示があるだって指示があるだって指示がある何よまんって結構使ってないんですけど最近ほんとよ自分が特別だと思ってる思ってないもん書いてるよそうやってだそうやって書いてたのよコメントで全然見せてよじゃあいや本当に書いてあるじゃないのよまたそうやってイチャイチャするからでしょだら誰かで構わずあんたが悪いんでしょいやいやいやあイチャ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 やっぱはいダメダメちょっと私今日寝るとこあどうしたの今日今日なんかリハビリ中なので私今配信そうなの配信ちょっといろいろちょっとあってねリハビリなだから配信リハビリ中みたいなたそうなリハビリなの配信リハビリ中だそうなのあれこれやってないでしょ何がやったのミニナさんとやるはずないでしょうよ。そうなの？やってない、やってない。やってないですよ。おめでとう。エビデンスはあるんですか？ありがとう。って伝えたくて、あなたが警察来る。大丈夫よ。あそこ無人だから。警察人のどこにいるの？無人なのよ。あ、いないの？本当。ねえ。あ、9時行くか。やだもん。やってないわよ。レイク歩いて帰るの？もう歩いて帰ってる？え、すぐあのローズコープあるでしょ。コープ信号渡って、うん、マックあるじゃないですか。ドトールの。そう、アウトの。ドトールの前ですよ。ドトール？ケンタッキーでしょ。あ、ケンタッキー。ケンタッキー食いたいね。ね、うん。いいわね、ケンタッキーね。いや、空いてないです。あら、クリスピー食べたいわね。クリクリクリスピーモスバーガー食べたいのねあーねあーモスいいねあーモスいいねモス空いてないでしょ多分空いてないと思うモスねこれへんなかなかねそうひーちゃんとパイちゃんそう一番くじしようかなとりあえずどこでするんですかちょっと遠いところあ遠いですかうん行ってくるわすいませんありがとうございますいいえこちらこそレイくんまたねまたまたねまたねレイくんでやりましょうねまたねレイくんやりましょうね、またね。いいの、チッスはいいの、ひーちゃん。大丈夫、チッス大丈夫、チッスは。大丈夫。チッス、チッス大丈夫。ダメよ、レイくん、ダメよ。いっぱいしたの前したね、いっぱいね、中ね。北海道で。ほんと。心霊配信して、ひーちゃんに。あの心霊配信、ナナちゃんが見てたんだった。嫉妬したって言ってた。やばいやん、これ。嫉妬したわみたいなあれこれは大変です、ね、言われたもん配信外で言われたなんて嫉妬したのよ、ね、ガチのやつガチのやつねその後にあんた家行ったでしょ奈々ちゃん家あそうそうそう北海道終わった後、うん、そこでなんかこう喋ってて、うん、あなんかレイ君っていいわっていうふうにちょっと思ったのよみたいなあなんかそっからなんか何そっから、うん、何何来たの？いや別に何もない。何よ、言いなさいよ。いやもういやなんレイくんなんかなんか動揺してない？動揺してない？何動揺してない？やべえ。いや何も動揺してないわ。レイくんどうしたの？大丈夫？落ち着いて。全然大丈夫。レイくんなんかおかしいよ。うん、いやおかしくないおかしくない。ねえ、レイ君どうしたの教えて。いや、なんもない。もう帰ろう。レイ君、じゃあね。またね。いや、ありがとう、ひーちゃん。レイ君、またね。ハンちゃんもありがとう。いやー、気をつけてね。レイ君、かわいいわね。ひげないわ、レイ君。脱毛してる？いや、剃ってる。ほら、薄いわね。顔ちっちゃいですよね。顔ちっちゃい。羨ましいね、ほんと。ねえ。ほんと、まだ？ねえ、うん。いや、動揺してないから。メロンみたいな。なんか動揺してんの？メロンみたい。顔、うん、そうメロンって悪口じゃない、うん、なんでよ
メロンってこと？そっちの、そっちの模様じゃなくて、じゃメロンの大きさみたいね。ああ、顔の大きさね。 あんたは違うでしょうよ。何よ、かぼちゃみたいな顔してよ。ほんとねえ、 でしょ。かぼちゃみたいなでっかい顔して里芋ね。えお願いします。気をつけてね、こんな。いや、ありがとう。また連絡します。またね。いやー、待って、また聞いてたの。またね。また落とされるって。またね。ありがとう、ひーちゃん。じゃあね。またね、気をつけてね。またね、れいくん、またね。連絡します。じゃあね、れいくんね。でも連絡しても、家バレてるの？あ、もうバレてるっす、多分。みんなに？お家バラしてるの、もう。もうバラしてるっす。あら、わかったわ。じゃあね。です。バイバーイ。バイバーイ。使いますわ。バイバーイ。気をつけて。お邪魔しました。お邪魔しました。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。あ、今度お弁当作って。お弁当がいい。うん。分かった。バイバーイ。あ、あともう一個文句言っていい？バレンタイン返して。レイくん。あの人。レイくん。私と子供作って。またねー。バイバーイ。お願い。じゃあねー。バイバイ。じゃあね、バイバイ。セシオ。じゃあね。なんかかっこいいくのに。お腹すいたね。なんかレイくんでかっこよくなりましたね。お腹すいた。乗る？寒いね今日ね。お腹すいた。ご飯食べてないのよ。皆さんちょっとあのアイテムお願いします。アイテム。今日ちょっと夜はやっぱ少ないね、夜中はね。今2時？1時半かな。ちょごめんね、邪魔なこれね。ちょお願いしますね、本当。びっくりしたね。ハローキティからのお願いよ、皆さん。ちょっと無料アイテムお願いしますね、本当皆さん。よろしくね、本当ね。この続きの放送を見たいなと思ってる方ね、こっからメンバーシップになるかもしれませんよ。ふわっちの。えりおばあちゃんもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。私投げたっけ。これね、ちょっと一回返すね。あ、はい。あら、ありがとう。まあ、ありがとう。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 ね。そうそうそう。ごばんよ。ありがとうございます。ななちゃん、ななちゃん違うよ。ななちゃんだっけ、ね、いつかななちゃんだったっけ。違います。あ、いや、さっきちょっと思い出にね、浸ってて。今日なんかこう変えた生え際。あ、変えました。あ、ココちゃんありがとう。これ何一体？真ん中分けですね。そしたらなんかあの、はい、今日カバちゃんみたいね。でもカバちゃんは昔のさ、そうそうそう、昔から呼ばれますね。たぬきありがとうございます。あ、はい、私前の方良かったな。ん、七三分けみたいなやつ、山下達郎みたいなね。ねえ、私はあっちの方が好きなんだけどね。戸田恵梨香館だそうかな、みたいな。どこが戸田恵梨香館なんでよ。戸田恵梨香館みたいな。え、可愛くないで中村くん言ってるよ。何よ中村。さっきはカラオケ終わったんかな。何の話。ああ、なんか愛の塊。もうお家着いたのかな。お家、あれ、なんか足立区かなんかで。え、足立区で歌ってるの？え、やだ。足立区じゃないです。参加したかったよかった、私も。マジ？違うのかな？足立区にいたの？みんな。あら、私も参加したかったな。ほんと。あ、キングレオちゃんありがとう。あ、足立区にいるの？今もいるの？足立区にね。暇だから多分 LINE してきてんじゃないの？もしかして。うん、え、みんなといるんじゃないですか？ありがとうございます。みんなといるんだけど暇なんじゃないの。あ、ココちゃんありがとうございます。あ、解散したの。あ、もうじゃあいいや。そうそう。じゃあいいんだ。ね、ほんと。ヤマスマミに見えるの。似てないわ、ヤマスマミなんか。似てる？誰？ひーちゃん。あんた。私？どれでこれ。ねえ、どこどう見てマミなのよ。マミね。ねえ、ほんとよ。マミって言った？昔友達で。子供のくせにヒゲ生えてんのよ。その子、ほんとね、もうそう、あ、たぬきありがとうございます。ないそうね。ちょっと皆さん、あの、有料投げて無料もう。あ、たかちゃんありがとう。お久しぶり。たかちゃんありがとう。ほんと嬉しいわ。投げて、みんなよろしくね、ほんと。あら、たかちゃんありがとう。イエイイエイ。
5番よ。そう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 、くじやるわよ。ちょっと今もう今 もらってよ。わかる、もらってもらってもやるんだよ。わかる、もう企画だって始まったらみんなもう絶対投げないもん。全くそうね、やっぱ楽しくて集中。そう、今のうちにね、お金回収しないとどうするのよ、ほんとあなたたち。そうでしょ、だってそう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 。たぬきありがとう。お腹空いてない？今日なんかまだ空いてないんですよね。あ、ひとみちゃんありがとう。20分、1時間延長しますよ。ちょっと牛すき鍋食べたくない。あれ食べたいわね。食べる？うん、あれ食べたい。でもだって半分こしようか。だってあれは半分こしよう、私と。どう？え、だってあれは何、バンジー飛べなくなっちゃう。じゃあ今日はだってあれ食べればいいじゃない。半分だけ、半分ずつにしましょう。じゃあ半分ずこする。今ちょっとお金出すか。ないです、ね、ないでしょうかね。あなた、まあ、ちょっとないですけど。ほら。大丈夫ですそうそう。いやいやいや、うん、口ごたえですね。お手がいじめる。どこよ。どれよ、どこ、どうしたのよ。何もなかったわ。消えたわよ。どこ行ったのよ。何もなかったわ。ないわよ。何もなかったわ。じゃあこれでいいですか。これあれ、何あれです、できるんです、あれ。牛すき鍋いけると思うよ。持ち帰り、お持ち帰りしてもらえる。あ、ドリンクもお茶もなんか買いましょうよ。緑茶とかでいいですか。うんうん、あるお金。あるよ。なかったら私、小銭とかは。ここにあるよ。はい。はい。少なくない、半分。いや、ダイエットだね。そうな。あ、じゃあね、あの別になんかちっちゃいご飯もらう。あ、こも何あれ、なんかぶっこんで。そうそうそう、ご飯ね。はい、細かい小銭です、すいません。どうぞ。お茶とね、お茶もね、お願いします。いけんじゃないんだ、もう牛すき鍋全然少ないんでしょ皆さん。あら、パニちゃん、女性一人分でも少ないって。じゃ2個。やっぱりお持ち帰りがコンロがいる。なんでコンロいるのよ。え、今すぐ食べるから温めてもらいましょうよ。うん、お願いします。1個でいいです。1個でいいよ、全然ね。2つ買う、うん、2つ買いましょう。2つ、うん、だって少ないって言うから、みんながさ、ほんと。え、そんな美味しいの、うどんのやつ。まあ食べたいわね。ねえ、じゃあ、二つでも少ないって言ってた？じゃあ、いいの、私は。ダイエット。ん？パニちゃんって髪きれい？ああ、この人？横川ちゃん、ありがとうございます。ほんと。え？自分で書いてんだろ、こやつ。おかば、違うのか。はい？コンロいるって。コンロがいるの？コンロいるって。コンロ。食べる中で。中でパパって。うん。何それ。コンロだって今日の。これで行くの？なんか看護師さんみたいで大丈夫ですよ。看護師さんっぽくて。すぐできるのかしらね。できる。うん。じゃあ行く？うん。中で食べるかな、じゃあね。え、でもそのままでも食べれるって、あの書いてるってよ。え、なんかね。あれ家であの銀鍋みたいなのかな、アルミ鍋だからそれで温めたよみたいな。マジ？今温めてくれないんですか、うん、っつったらそれできないですみたいな。ケチね、ほんと。中に行くのじゃん。中に入んの。そう、作って入れてもらえばいいじゃないな。うん、言ってみて、ちょっと一回無理だ、ちょっと牛丼パックでダメですか。うん、一回ちょっと言って、無理だったらちょっと行くわ。ちょっとね、私がちょっと対応するわ、この格好で。うん、
ねえ、なんでダメなのよ、ほんと。え、ちょっと行くわよ、私が。なんで、なんでなのよ、みたいな。そうよ、ねえ。いや、パニーちゃん優しいからね、すぐなんか丸め込まれるのよ。ほんと。ねえ、うん。なんかすぐ言われたら、あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。はい。ああ、わかりましたっていう風に言うのよ、この人絶対。そう、他の容器でダメですかって言ったら NG って言われました。ああ、ちょっともう持っててちょうだい、もう、はい、行くからもう大丈夫よ、はい、どうぞ。騙されて布団買わされるパターンやった。待って待って、ひーちゃんお金いいの？あ、交渉ね。どうなんだろう、お母さん言っちゃった。男好きじゃないっつの、実際。お母さん、お母さん、お母さん、ん、違うっつ、そういうの配信的なねことよ。ん、ママ、ママ、キティ、キティちゃんどうな、どうでした？あのさ、いいこと考えたんだけど、はい、ここでね、うん、食べますって食べて、うん、出してくるでしょ、うん、それを出してきたものをこれ持ち帰りますっていう風に後から変更してさ。だってもうそれはもう無理じゃない。だってもう作ったもの強制、それをだから持って帰ればいい。強制的ってことですよね。どう？何よ、食べきれなかったパターンのやつね。そうだよ、ね、なんでダメなのさ、ほんと悪知恵があるって。だってそうじゃないのよ。じゃあ中で食べたら時間かかるでしょ、ほんと。ねえねえ、あのさ、この鍋のやつっていうのはここだけなの？あ、お店がどこですか？うん、あの中尾もやってんでしょ、あのああいう松屋もやってんでしょ、吉野家、吉野家もある、吉野家持って帰れるって。あら、ほらほら、皆さん見てみたことかよ。ほら、これどうしましょう、臨機応変できないのに、ほんと。鼻毛やばいじゃねえんだよ、ほんと。これどうしたほらほら、できたのよ、あなたたち。ほら、吉野家の方が美味しいって。ほらやってますよ、吉野家。大丈夫ですか？ほら、やっぱり吉野家の方が美味しいに決まってんじゃないのよ。じゃない、ほんと。うん、そう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 、前とあのカレーと同じよ。うん、松屋、吉野家の順番で美味しいのよ。松屋もあるんじゃなかったっけ？松屋、メニュー見てます？松屋もなかったっけ？ちょっと、ねえ、食べ比べ？牛すき鍋のやつやらないわよ、ほんと。だったらもう全部変更するわよ、もう。企画が変わります。一番くじもうしないわよ、ほんと。レイ君家まで遠いみたい。嘘、レイ君今遠いの、やっぱお家。ほら、私思ったのよ。だって青戸でしょ。青戸って結構ね、遠い。パニちゃんの家から超遠いよね。うん、遠い。ねえ、いや、地元の人分からない、ここら辺の人分からない人分からないと思うけど、うん、クソ遠いんだよ。自転車でも遠い。クソ町ってね、クソ町って。あ、久慈町ね。うん。最近久慈じゃ引こうかな。え、パニちゃん。一緒に付き合って、付き合いたいの私と。行きます行きます、見たいんでしょ、うん、くじ。あ、キティちゃん好きだったっけ？キティもそこまで。え、歩いてるの？うん、ね、送ってけってこと？青戸まで。いや、別にいいけど。え、送ってほしいって言ってんの？レイ君、家まで送るならレイ君家に上がるわよ。だって私たちね、邪魔しちゃうと本当は。そうだよ。お宅訪問するわよ、レイ君のお家な。うん、そりゃそうよ。だって
漁っちゃう、いろいろと。そうそう、あるぞ。9時行こうか、もう先ね、もう9時行こうか、もう先にピャッピャッピャッピャしてさ、もうほんとね。あ、イベント中なんだあの人。あ、皆さん、皆さん、皆さん、ハローキティですよ、皆さん、皆さんにお願いがあります。ぜひ皆さんよかったら無料のアイテムと有料のアイテムをぜひ皆さん投げてくださいね。お願いします。よろしくお願いします。これからも私の放送を応援したいなって思っている皆さん、ぜひよかったら投げてくださいね。お願いします、うん、顔きついわ本当ね。本当にね、あと3分でいい、あの、作ってよかった。あ、ね。ね、行くかね、9時ね。ちょっと住所と投稿してね、登録していくかね、とりあえずじゃあ。東京都葛飾区ね。え、何おやすみなさいって。それ、のかい。待ってね、パニちゃん、これかな、してる、わかるここ。いや、場所、そ、近い、あ、そんな遠くのはない、遠くない、遠くない、うん、OK ね。くじ引いて飯行ってって両方とも無理よ。全部やってくださいってあなたたち本当。明日するわ、じゃあ牛すき鍋の食べに行くの放送 ね、 あ、それいいね、ね、牛すき鍋膳を食べに行くでいいじゃないのよ。リッチですしね、なんか牛すき鍋もう全部やめよう、あれもこれもそれも、うん、あれもって、もう全部詰め込んだらもう終わっちゃう今日も一日。でしょ、うん、ねえ、そう、4時になっちゃう、またもう皆さんもう今日は。あ、昨日何時だったんですか？4時半ね。あ、れいなちゃんありがとうございます。イエイエイワオワオ、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 れいな、れいな、レナレナ、はい、レナ、はい、レナ、はい、レナレナ、レナちゃん、えねえ、ほんとよ。一等何ですかって、一等は何だったっけな、洗濯機みたいなやつ、うん、洗濯機、うん、すごいのよ、ほんと、うん、出てるのよ、日立から、へえ。あ、毛布？そう、嘘よ。なんだよ。何の嘘よ。あ、トミちゃんありがとう。いや、ね。そうそうそう。じゃあ行くか。早いっすね。とりあえず。一番食いそうな見たいのかな。言ってね。うん、そんな早く行って早く引いてそれ見たいのよって結構好きなのね、みんなね、うん、一番口抜きですね、うん、ねえ、好きだね、ほんとみんなね、そんな言った、寝ちゃ寝ればいいじゃないのよ。ほんと、もう寝てるわみんな、もう普通に。じゃあ行くよみんな。わ、この人怖い、目の人。いや、この人ね、知ってんの？誰この人？あ、でもあなたの友達？怖い怖い言ってると謝ってくれます。あ、そう、はい。いや、びっくりした。9時待ってんの？そうそう、いますね、枠いましたもんね。いいよ、2時過ぎてもね、お腹空いた。でもね、あー食べたかった。でも、え、吉野家の牛丼って開いてんの？この時間って。パニちゃん、吉野家ちょっと探してみて。なんかここら辺なんかありそうだよね、吉野家。うん、え、吉野家ってやってる？やってるよね、みんなね、吉野家って。ヘイシリー、この辺の吉野家探してん。入ってる、吉野家。え、でもここしかないの。どこ？ゴールデンタウン。あ、そこ行く？そこ近いの、こっから。待って、やってる本当に。秋葉原の方空いてるの、朝まで行かないわ。本当にやってるの？うん、行かない、そんな遠いところまで。レイ君落ちよかったわね。あ、やってない、 やってないの？あ、でも3時までとかじゃ始めるから。24時間じゃないんだよ、もう最近電話します、やめたんだよ、うん、やめたのよ皆さん。
やっぱね、労働っていうかその人権がないね、人が少ないんだって。ね、働き手がいないかな、もうそんなね夜も回せないんだって言ってた。逆になんかお店の人、お店の方も赤字になるじゃん。なんか噛み混ぜただってじゃない、みんなまずお店開けててもさ誰も来なかったら結局意味ないじゃん。うんね、やらないんだよお店も夜も。そう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 、逆に高くついちゃうから。そう、今もう24時間の時代終わったよね、もうほぼ。東京もそんな感じだって、うん、出る？そうだよ、もうさ24時間じゃなくていいよね、うん、お店も、うん、でもその夜勤とかやっぱ働いてる人とかにすれば、うん、やっぱあった方がいいのかなと思うけど、うん、東新小岩が空いてるんだってよパニちゃん。そこよりこっから近いよね東線、こあ近いですか、ね、近い近い。えだったらもうさ深夜のお店ね開けてほしかったらさ、どうだからピンポーンって押してさ寝てるんだよねお店の人は。はいって言って、ちょっと中華お願いできますか、あ分かったって言ってパジャマかなんかで料理するわけよ。で料理してはいできました、はいどうぞって言って、でまたガラガラガラと終わって、あなんかどうこれ皆さん下町スタイルみたいな。そうそういいじゃんそれでね、うん、それでいいのよ、うん、ね、あ当直システム、ね、そうそう当直系でいいんだよ病院みたいなやつの、うん、ね、ね、ね、眠ってんだ病院だって普通にね、いいじゃんそれで、どう、そうそれ賛成でしょ、賛成、うん、そういいじゃんそれで。吉野家空いてるって江東区と豊洲だって。豊洲、あごめん、眠いの、大丈夫大丈夫大丈夫パニちゃん眠いんでしょ、大丈夫大丈夫、うん、皆さん無料お願いしますね、有料もお願いしますね、これまっすぐなのパニちゃん、私たちって、あ今ね9時の方行ったんですか、うん、こっち合ってる？合ってますね。豊洲ってあんたもうあっちの方だよね。あのお台場の方よ。え豊洲ってあおだ、うん、中村くんの前住んでたところの方じゃない？あ中村くんの方か。築地の方か。こうですよね。これはこっち曲がるのかな、見て。曲がる系って書いてるね。曲がる系の。曲がる系？あ築地あたりなんだって。何？ひーちゃんいじめないんで？誰をいじめるの？ん？何？あ、パニちゃんをってこと？ダメよ。パニちゃんいじられてなんぼなんだよ。分かってないわね、ほんと。ねえ、いい加減にしてよ。だからこういうところでしょ、ほら、こういう。いや、びっくりした。レイ君のお家が、だからこういうふうにこう干してるところで、盗まれたんじゃない？きっと。ああやってね。いやあれ盗めれるわ普通にね、いらないけど、うん、取れちゃうもんすよねこっちに。いやあれは盗められるね、うん、やっぱり、うん、あんな風に干してればさ、いや一回は盗めれるね、うん、ほんと。でも洗濯したもの欲しいのかな、よでもレイ君のところのパーカーさ、なんだろう盗んだ人パーカー、あ、パーカーか、うん、ねえみんな思わない、パーカー盗むって。でもレイ君これトミーとか好きだったからブランド品、あーなるほどね、パーカートミーとかで、ね、売るってことじゃんお金、うん、あじゃあお金に困ってる人がってこと、うん、あーなるほどね、はい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 、アニソンナさんだ、あーなるほど、ブランド物干してるからか、だからあれか、ちょっとわかんないんですけどね、ちょっとトミーなんか着てるイメージが、インターホン押されて家にタオル干しといたら新しいのと古いの交換してくださいって言ったの、どういうこと言った、インターホン押されて家にタオル干しといたら、うん、あタオル、タオル、うん、あ
お宅のタオル古いですよって、うん、あ新しいのと交換したほうがいいって感じ、アドバイス来たってこと、これそれもなんかいや、怖いもんね、気持ち悪いね、見てるってことですもんね、あそう、なるほどね、うん、え何新しいのと交換しましょうかってことなのすごいこと言うわね、うん、それどうすんだろう、そのタオルね、古いタオル、その人が持ってた新しいのを交換してくださいって言われたんですよと。古いタオル、うん、あ、どういうこと？自分が持ってる方と、うん、フットハーさんが持ってるタオルを交換しませんかみたいな、あーなるほどね、うん、はいはいはい、あそういうことね、気持ちが悪いですもんね。ホギマは3時までやってるの？吉野家。マジか。ホギマね、ちょっと帰り道っていうか、まあ、パニちゃん過ぎちゃうからね。ホギマってここら辺がいるよ。ホギマって結構遠いよ。なんかあれなんか最近。うん。洗ったやつ欲しい人いるんだなと思いますって。いや多分さ。イメージしてるんじゃない？そのタオルであなたがね体を拭いたりとか、絶対そうですよね、おまたをね触ってるっていう風な、まあだからそうイメージをだからこう想像しながらオナにしたいんじゃない、もしかして、うん、の可能性はあるわね、大ですよね、あると思うよ、ね、きっと、そう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 、うん、だそういう毛とかもついてるからそういうの見て撮ってね興奮してるんだよ、そうやって、やだ、うん、そうそう、あそこにね、すりつけながらチンチンをこうねすりつけて、でピューっていく、いやーねえ、ほんとによ、ピューってそういうことよ、絶対ね、なんで変えるのよ、わかんない、意味がわかんない、そのパンツをわざわざね、あ、パタオルをね、タオルね、ごめんパンツのことばかり考えて、うん、不気味でしょ、どう考えてもさ、うん、ね、中村くんみたいな外見がいそうだね、うん、あ、でもオデオで、うん、何、ごめんなさい急に話したんですけど、何カラオケの、うん、なんかうまそうでしたよ、何が歌、中村くん、うん、歌うまいの、うん、ほんと、うん、ごめんなさい、え、どういう歌を歌ってたの？愛の塊歌ってますね、またね、聖司君の歌ってるものをパクって、いや、あれ多分下手風に歌ってたんじゃないのかなみたいな、うん、中村くん、中村くんってあなた本当ねえ、水虫の足だね、あなたね、思い出しなさい、本当いい加減いつまであんたその中村くん、中村くんなのよ、ちゃ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 、そうでしょ、違う違うな、そうや、あなた過去のことを思い出したさね、どこまでの過去、そうでしょ、うん、汚いわ、ほんと中村くんも人選んでるからね、うん、そうでしょ、そりゃそうよ、うん、当たれるところに当たってるんだよ、パニッチャーだから一番最適なのよ、いやね、みんなね、そういうことよ、無料投げてね、お願いします、皆さんお願いします、お願いいたします、無料投げて、もうちょっと放送一番嫌いなの、あ、人に何こうコロコロ態度変える人ってこと、あ、そう、まあ、いいところもあるけどね、そうですね、中村くんね、中村くんはさか竹の塚のあたりにうろうろしてましたと、あ、そう、え、中村くんなんでいるんだろうね、竹の塚にいたんだろうね、なぜ竹塚わかんない、へー、あ、そうなの、足立区にいたの、あーそっか、何そういうことですね、なかったの、あ、いやいや、あ、竹の塚ってどんなに暮らしてるの、足立区よ、うん、
チコ。タヌキありがとう。もっとください。お願いします。そうです、もっとください、待っています。あ、野球ね。あ、野球、うん、あ、野球の練習で竹の塚いたんだ。へえ。あれ野球はあれバッティングセンターってそうなのか。え、でもさか、あれなんかやっぱあれ、私一瞬見た時すごい広場でやってましたよ、公園みたいな。やってたの？あ、練習してたんだ。うん、うん、あんた野球だってね、言ったって、てったくそ。野球部なんですって、あんな嘘つきやがって。実際どうなんです、上手なんですかね。へったくそよ、ほんとねえ。言ったもん、当たれや体でっつって、ほんとねえ。だってバットで振り回してさ、ねえ、うん、無理だったらさ、当たれや体でゴンって。キャンには食事代1万渡してた。あら、いいわね。あら、1万円分っていいじゃん。え、これまっすぐ行ったらないのかな、吉野家って。ないの。あ、でもこの辺ってことですよね。あるよね、吉野家ね。ぐるっと回ったらもう無理だわ。え、今なんか左側にパニちゃん見えたよ、吉野家みたいな看板が。ここら辺あるんじゃない、吉野家。見てみる。え、ななちゃんが1万円返してくれる。何喋ってんのよ、あんな長村君言ってんの、うん、うっさいわね、ほんと。あげろや、1万円ぐらい、ほんとねえ。あ、それ私も買いたいんだ。あんた1万5千人ぐらいのところの、え、2万人だっけ、あの枠。1万5千人だっけ、朝の枠。すごい映ったんだろうがよ、ほんと。売名代だよ、ほんと。そうですね。あ、ありがとうね。あんた、ほんと。普通はあんた、無理なんだからね。ありがとうございます。あんなところで。ほんとよ。そうそう。なに？この不細工って言って。ねえ。映り込んでくんじゃないわよ、ほんと、この気持ち悪い人っていうふうに向こう思ってるわ、絶対。ほんとよ。そうでしょ？ほんと、水虫なんだし、ほんと、足臭いんだし。だよ。そう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 。ねえ。何この人よ、ほんと。今日結構あるね、でもあれ。なんか、非リスナーさんと。うん。でもね、一番はね、言ったらちゃんと、ななちゃん多分返すと思うよ。多分ね、言わないと多分向こう忘れてると思う。言った方がいいよ。あの、お金返して、みたいな。ね。ちゃんと。あ、口臭いの？中村くん、え、中村くんなんか口臭い感じ見えなかったけどな。パニちゃん口臭いけどな。マジかい？ネチネチ言いたいの？ナナちゃんに？やればいいじゃん、じゃあ、ネチネチって。ねえ。どうしちゃったの？誰が？え、中村くん？え、前からこんなよ、だって。そうだった？そうだよ、だって。前からよ、だって。ん？ネチネチってそういう顔してんじゃん。ねえ。あ、お化けの画像だ。ついた。あ、ねえ、みんな証明写真もあるよ、ここに。ローソンのところに証明写真もあった。ラッキー。あ、ほら、ビクラですね。撮りましょう。あったあった。照明写真も撮れるの。これ現場はここなんです。そうです、へ、到着しました。ここが皆さん一番くじの、現場になります。現場、会場ですね。さあ、ようこそいらっしゃいました。イエーイ。そう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 。さあ、今日はあ、ね、何が起きるでしょうか。私は一等の毛布をゲットできることができるでしょうか。匿名さん、ありがとうございます。あら、あら、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。現場入り、現場入りしました。うん、ね、ね、なんとローソンの新商品を紹介するってどうかしらね、少しね。あ、レビュー的なね、うん、レビューみたいなやつを時間があったらね。そうですね、ちょっと少しね。そうだよ、キティちゃんのやってるんだよ。うん、そうそう、うん、
これ見てキティちゃんだと思ってくれて嬉しいわ。何？キティちゃんにしか見えないでしょ。あ、韓国フェアやってるんだって、あ、素敵。でもセブンイレブン、ま、前もなんかさやってま、やってまへんですか。中華フェアとかよくやってまへん。いや、韓国やってまへん。韓国やってました。パクってるわね、ローソンまでね。ヘルツ、ヘルツキ、あ、ローソンチキチキ。チュモッパって何？チュモッパ、何その喋り方って、バカにしてるのよ。してないよ、してないですよ、全然ですよ。そう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 。じゃあ行ってこようか、買ってこようか。おにぎりだって。おに、あ、おにぎり、スポッパ。ちょっとパニちゃん、ちょっとあのおにぎり一回さ、一番くじ行ってきて、パニちゃん、お金を出すから。私引くんです。ちょっと1枚だけ行ってきて。1枚だけですか。店員さんちょっと行ってきて、すいません、ちょっとあの一番くじ引きたいんですけどって、ちょっとあの今撮影しててって言うんで。わかります。